川口湖の方行きたいと思います。現在ね6時54分、229キロ。よし、よし、行くか。よし、よし、はい。ちょっとシールドが汚れてるな。結構細いんだよね、道が。場所がね、とりあえず川口港の方まで来たけど、行きたいとは思うけど、なんとか350キロを行きたいです。ちょっとねスマホホルダーがまだついてないんでナビができないんだよな。それが欠点です。なんかつけないスタイルもありだとは思うけどね、よいしょ。もう富士山が隠れちゃいますね、山で。よし、すごいな、株式会社サイコまんまやん。まっすぐ行きます。でもうねすぐ川口湖なんで近いもんです。まあね、地下でつながってるっていう噂ですけどね、多分つながってるでしょうね、西湖と川口湖は。よいしょ、なかなかここのカーブがきついんです。この辺学校があるんでね、気をつけてですね。おお、川口湖が正面に見えます。すごい綺麗。いやーマジで全然車いねえぞ今7時です。うわ、だいぶ暖かくなってきたな。よかった。はい、ここをね左に行きたいと思います。前あれですよね、あの寄ったことある公園に寄ろうかなと思います。何公園か忘れちゃったけど、行くぜ。なんていう公園だったかな。やっぱりね、富士五湖は安定してるな安定していいとこだ、普段の日だったら空いてますから。全然見えないトンネルが。見えた見えた。今日は富士山が見事ですよ。見えるかな。うい、
に狭くなりますからね。ここも多分広くするんだろうね、うん、多分この辺だけなんですよね、狭いのは。よし、ちょっとシールドが汚れてるもんで綺麗にしたいっす。素晴らしい。しばらく見れなくなっちゃうからね。すぐで公園があると思うんですけどね、その公園に寄りたいと思います。素晴らしくないですか。はい、トイレはあるのか。あるね。よし、写真でも撮ってトイレでも行きますか。よし、今中国人がいないからいいぞ。最高っす。現在時間が7時9分、オドが239キロ。はい、多分このまま帰ってもね350いけないと思うんで、ちょっと 回りましょう。回りましょうっていうかね、行ったことない道をちょっと行ってみたいんですよ。よし、もうちょっと山の方に行ってみたいと思います。これトイレかな。トイレか、トイレ寄ってきたいんだよね。いいか、行っちゃうか。まだ大丈夫と言って漏らしたらごめんなさい。ね、もうちょっとね上の方行きたいんですよ。行ったことないんで迷うかもしれないけど、まあスマホも使えないからね。スマホホルダーついてないからナビできないけど、でもそんなに複雑じゃないと思うんで、まあ迷うのも楽しいでしょ今の俺には。笛
吹き市の方って言ったらいいのかな、よくわかんないんだけど、そうそうそう、ここをね右に行くんです。方面ちょっと行って、小事故の方に抜ける道があるんだよな。その辺走ってみたいと思います。日陰は寒い。よかった、天気が良くてよかった。今日は本当にね、もうひょっとしたら雨じゃないかっていう予報でしたから。でも間違いなく下り坂ではあるんですけどね。うわ寒い寒い、やばいやばい、冷蔵庫だここ。寒い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 、やばいぐらい寒いっす。嘘、ここ何度わかんないけど、クソ寒いよ。うわやばい寒い。しかも結構長い、これ。そうでしょう。うわぁ寒い。おそらく12、3度だな多分。これ見れるかな。あ、見れた見れた。16度。これボタンをね押さなきゃなんないけどね。しかもすげえ長いんですけど、全然出口が見えない。え、こんなトンネルあったっけかな。もう通りたくない。いやー寒い。一番寒いんじゃないかな。このトンネルフルメッシュだったら死んでます。出口がそろそろあるんですか。あ、出口っぽいね。うわよかった、あ抜けた。あ、笛吹市に入りました。いや寒かった、今も寒いけど。いやこっち寒いな、全然気温が違うよ。はい、言っときますけど全然道わかんないですからね、どうなることやら。もうあのトンネルは走りたくないんで、なんとか頑張りましょう。ちょっと山を越えた感じなのかな。
今は下りです。これはどうしたらいいんだ。こっちだよね、左かな。よし、あの車全然一時停止も完全無視に無視で行ったぜ。よし、どっかで迷ったら地図を見るか。最悪戻るしかないんだけどね、迷ったら。あのトンネルだけは二度と通らないように帰りたい。いやー乗り心地いいね。もう忍者250だともうこの辺で嫌になってた。すごくね、足回りというかね、サスでちゃんとその衝撃を吸収してくれてるって感じ。これはでかいです。標識とかないから分かんないな。唯一の救いは前に車がいるっていうのはね、とりあえず寂しくない。これ一人で走ってたらすげえ寂しい。もうちょい行ってみますか。あ、看板が出てきた。あ、合ってる合ってる。元栖庄司、そっち方面です。あ、よかった。すげえ不安だったけど。はい、左です。はい、足側っていうのかな。よし、おお、こっちいい道だな。よし、全然わかんないな。帰ってからちょっと地図で確認したいと思います。ちょっと違うような気がするんだよな。これ小事故に行く道じゃないかな。すげえ、途半車線までしっかりある。すごい。やっぱ通ったことあるな、多分。お、さらに遅い車が前にいた。はい、しんどいな、ああいう重機だと。普通の大型トラックじゃないから。
いや今の時速20キロです。いやまあしゃあないけど、あのトラックも止まったら最後だからな。上がっていかないでしょう。もうありがたいっす。でもああいうのをね、乗るのも大変でしょうね。気使うだろうな。ありがたい。なんか思ってた道とは違うとこ通ってきたみたい。もうちょっと行ってもよかったのかな。どうだったかな。まあいっか。あ、いい、小事故。小事故が見えました。小事故はね、珍しいですよね。俺あんまり寄んないとこなんで寄んないというかね、寄るとこがないっす。よし、そんな見えないのか。やっと知ってるとこ来たんでホッとしてます。お、富士山がまだ見えるぜ。どっかその辺で写真撮れるかな。なんか寄っちゃダメみたいな感じになってる。おお、素晴らしい。寄るとこがないんですよね。ほら、ちょうどこうやって寄ってもいいところは木がいっぱいあるとかね。うん。まあ交通量少ないから止まってもいいんだけど。うん、なんか木がいっぱいあるな。ね、寄るとこがないんでダメなんですよ。なんかカラコンがいっぱいあって止めるな的なオーラを出してるよね。はい、残念でした。こんなもんです。行きましょう。確かもう見れるとこがないんだよね。はい、139号線かな。そこまで来ましたね。これ信号なんだ。この方式かな。いや、軽トラが先行っちゃいましたか。よし、いいか。でもまあ元そこなんで、すぐそこなんで。現在時間が7時40分です、音が265キロ。ちょっと350微妙かもしれないな、うん、富士スバルラインが通れないみたいですね。通行止めって書いてある。スバルラインに、ね、乗ったことないんで、いつか行きたいなと思ってるけど、今年はダメかな。よし、はい、元スコのところまで来ました。元スコで朝食食べよう。よし、元スコの欠点はあっち側だと富士山が見えないっていうのはね。逆さ富士のとこ行ってもいいけど、どうしようかな。ちょっとここで休憩していきたいと思います。元スコです。ちょっと写真撮るか。
車いないし。よし。はあ、お尻痛い。まだ慣れないな。よいしょ。はい、戻すこ。安定の戻すこ。すごいチン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 言ってる。聞こえますかね。よし。写真を撮ってちょっと隅っこで朝食でも食べようか。よし。今日はね、まあサンドイッチを買ってきましたけど、まあセブンもセブンですけどね。もうすげえ、ちゃんとお手拭きもつけてくれてある。これうまそうだね。はい、これでも食べていきたいかな。ちょっとそっちの方で食べよう。さすがにいっぱい来そうだから。よし。まあこれね、今回シートバッグつけてきましたけどね、この辺で止めてます。でもこれは僕は嫌なんで、ベルトをね新たに買いました。うん、これだとめんどくさいんですよ。うん、なんでまたその辺もひょっとしたら動画にするかもしれないです。まあとりあえずは今日はこれできましたって感じで。よし。今回のバイクはねシートバッグついてて楽。そのシートバッグがついてても楽に乗り降りができます。よし、もうちょっとそっち行きます。よし。この辺でいっか。よし、この辺でちょっと食事をしていきます。はい、いいよ。はい。